こんにちは。ひかりチャンネルののぞみ先生です。今日はですね、漁師の年収メリットデメリット、実際に食べていけるのかをお調べしてお伝えしていきます。実際にですね、漁期終わってみてどうだったのか、私たちの感想を含めて厚生労働省の統計をもとにお伝えしていきます。これから漁師を始めたい方、少しは参考になるかと思いますので、よろしければどうぞ。はい、それではまずは漁師の定義についてお伝えしていきます。漁師とは狩猟を生業とする人のことを指します。漁師といってもいろいろな種類や、地域によって、呼び方なども変わってくるので、3つに分けました。1つ目が、専業漁師でマタギと呼ばれる人たちです。マタギと呼ばれる人たちは主に北海道や東北の山間部で古来からの手法を使って狩猟を行っている人たちのこと。そして2つ目なんですが、認定鳥獣捕獲等事業者があります。そしてですね、認定鳥獣捕獲等事業者とは何かっていうと、企業や NPO のうち都道府県から認定された事業者のことで、都道府県から事業を動かされることができます。公的な漁師さんですね。会社としての漁師さんっていう言い方が合っているのか、ちょっと言い回しが難しいんですけれども、例えば調べてみると、猟友会などが今はそれにあたるらしいです。そして3つ目なんですが、私もそうなんですけれども、農業や林業と掛け持ちをして狩猟を行う、兼業漁師の3つに区分しました。専業漁師のマタギと呼ばれている人たちの、推定年収、平均年収は240万円です。240÷12、月20万円ぐらいですね。そして認定鳥獣捕獲等事業者の平均年収、300万から350万円と言われています。ちなみにこの年収のデータですが、厚生労働省共産調査賃金構造厚生労働省調査構造基本統計調査によるものです。厚生労働省調べによるものです。はい。そしてですね、ちょっと年収として換算するのはとても難しいんですけれども、今とても増えている漁師さんのスタイル、兼業漁師さんについてですね、私たちもそうなんですけれども、農業をやる空いた時間に漁師をやりますよっていう人や、サラリーマン兼業漁師さん、平日はやりませんが土日だけ銃を持って山に入りますっていう漁師さん、そしてどういうちょっとワークスタイルなんだかは見当がつかないんですけれども、漁期の、11月から3月までお仕事を休んで、この期間だけ漁をして、他の期間は普通にお仕事をしてますよっていう、兼業漁師さんがとても最近増えているそうです。すごい調べてて気になったのが、11月から3月までお休みできる仕事ってなんだろうかってすごく思いながら調べたんですけれどもね。あとは私個人事業主をしてるんですけれども、自分のお仕事の合間に
容姿をするっていうのもね、一つのスタイル、いろいろな、まあ、スタイルが最近はあるんだなと思いました。ちょっとこちらでは、年収を出すことがちょっと難しいので、まあ、これも厚生労働省の調べたやつなんですけれども、兼業として漁師さんをする方のその漁期の平均の収入は20万から30万だそうです。11月から、3月までの漁期の間で、兼業の方の何年にか行ったかな、そしてですね、私たちの、師匠、上師匠ですね、師匠みたいな方は漁期中に1年分稼ぐと、取って稼ぐと、ね、すごいですね。もうね、すごいんですよ。ただ罠を作ったりするのに、あと銃を持つのに、もちろん費用もものすごくかかってるので、そしてですね、県別の漁師の年収ランキングを出しました。これも厚生労働省調べなんですけれども、1位が東京、って思ったんですけど、私すっごいって思ったんですけど、東京で漁師の方がいるんですね。そして2位が大阪、そして3位が福岡県です。ね、なんか結構と思うんですけど、そしてですね、漁師の主な収入源は3つあります。まあ、1つは、取ったお肉を食肉加工業者に売ること、そして2つ目が県から出る報奨金です、報酬ですね。で、そして3つ目が角とか皮とか骨とかを、まあ、加工して売る、お土産屋さんとかで売ってるやつですね。で、私は加工業者にお肉を売ったことはないので聞いた話になるんですけれども、まあ、イノシシあたりだと加工業者に売った場合は1頭あたり5万円から30万円30万円になるらしいです。大きさによって、違うみたいなんですけれども、食肉加工業者に売る場合は 100g あたりいくらいくら、相場がまあそのあれによって変わるんでしょうけど、 100g あたりいくらいくらという感じで換算されます。で、そして県から出る報奨金の場合は1頭あたりいくらいくら、これから漁師になろうとしてる方、お仕事を辞めるかどうかどうしようかなと思っている方も多いと思うんですけれども、全く何も持ってない状態から、つてがない状態から一から始めるのはすごく大変なことだなと思いますが、食べていけないことはないと思います。食べ物もね、お肉も手に入りますし、まあ、難しいかもしれないですけれども、いい師匠を見つけて巡り会えたらいいなと思っています。そして私たちのように兼業漁師も大変ですけれども、そうですね、すごく自然の恵みをいただいて生きていくのはお金には変えられないことなのかなって私は思っています。そして最後にですね、漁期が1回目、初めての漁期が終わって一区切りして、仲間に、私を含めて仲間に、漁師になるメリットデメリットは何だと思うって聞いてみました。まずはデメリットから、お伝えしますね。まず怪我しますね。漁師山に入るので、まあ私もそうですが、私の仲間もそうですが、枝でピッとか、まあ、大きな怪我はなかったんですけれども、まあ、ちょっとね、切っちゃったりとかはすごく日常茶飯事、よくあることです。あとはそうですね、デメリットはマダニ、ダニですね。今回私一回刺されちゃってまだ赤くなってるんですけれども、まあ怪我、ダニ、まあ、あとは結構汚れますね。解体処理中の汚れ、土の汚れ、泥の汚れ、あ、時間がないと難しいかなって思いました。
まあ、私たちは罠なので毎日の見回りが必要なので時間が必要なんですけれども、まあ、ある程度見回りをしてイノシシがかかっていたら解体をして精肉処理をして、どんなに早くても3、4時間はかかってしまうので、まあ、時間との兼ね合い、まあ、そしてこれから始める人が一番ちょっと気になるところだと思うんですけれども、始めるのにお金がかかります。これぐらいかな、デメリットは。そしてメリットです。仲間にいろいろ聞いたところ、デメリットの数よりメリットの方がすごくやっぱり多かったですね。まずは自然に近い、ものすごく自然と近づくことができます。山の中を歩くので四季を肌で感じます。暑いな寒いな もちろんですが、春が来た、沖ノ島が生えてきた春だねとか、すごくねいいですね。あとはそうですね、おのずと生きていく力がついていくのかなと思います。私本当に漁を始めるまでは魚もさばいたことがない、ね、女子だったんですけれども、まあ、無人島に放たれても罠を作って獣を取って食べてはいけるのかなって思います。あとはそうですね、漁師のメリット、年中ジビエ料理が食べれますね。自分で取ったお肉をきちんとパッキンして冷凍庫に保存して一年中通して食べてます。すごくね美味しいですよ、イノシシ肉は。漁師になることによって地域の先人の先輩の漁師さんたちと交流を持てます。先輩たちにいろいろ教えてもらうことによってすごく交流が深まりました。ご近所さんの漁師の方たちにすごくよくしてもらって、すごく可愛がってもらって、すごく住みやすい環境を作ることができました。すごく感謝してます。シンプルな生活が送れます。朝起きて漁して取れたものを食べて、そして寝て、こんなところですかね。いかがでしたでしょうか。厚生労働省のデータに基づいての結果をお伝えしましたが、県によっても、地域によっても多少ばらつきはあるようです。これからも、いろいろな役に立つ動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた会える日を楽しみに。さようなら。